さあそれでは次の試合に行きたいと思います。1回戦第6試合レゲエルール、燃えるゴミ VS あられ、ステージへお願いします。お願いいたします。さあそれではこのお二人の試合を聞かせてください。ホームグローン、じゃんけんをお願いいたします。先行で、先行。それでは立ち位置はそのままで、先行あられ、ここを燃えるゴミ、1分間の2本勝負、レディーファイト。あれれれあれれあられ、ちなみに俺れ芸人 J だけど、ヒップホップも好き。最初ラップやるかレゲエ DJ やるか迷ってたくらいにね、リスペクトしてる。サンプリングってマジですごい発明だね。リディム操作単純にかっこいい、yeah、首を縦に触れる。家の CD ラック聞き返してたらまたほらすぐ日が暮れる。クラブじゃ DJ が2枚使い、半拍ずらしは半端じゃない。あれノンキックのライブ1曲の間にビート変わったんじゃない。えい、いつも刺激もらってる。でもこうして改めてレゲエに乗ってる、俺は思ってる。この音楽最高だなって、そう、あれれれあれれあられ、いや俺はそうさ、レゲエ DJ。 ヒップホップも好きです、だけどレゲエをやるのが大好きです。プロフープロフープロフーPick it up, pick it up. Come on, come on. Yeah, 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 yeah. Pick it up, pick it up. 右から左、車が来てない、おまわりいない。自由に回すマリバナ太巻き。Yeah. Eddie, Eddie, Eddie. アゴが入っちまいそうに、速くなる時もある。そらホーミーに言われるよ、お前マジ顔やべえ。喋りかけないでくれ。クラブの中じゃ遊びたいのさ。24時間あればあと何時間。俺がラガマフィ DJ 気なられ、生きていなせな男前。ラガマフィ DJ 気なられ、ちった騒がしに来ちった。体の全てがレゲエバカ、借りる夏の流行りやまいさ。体の全てがレゲエバカ、一度かかれば治らない。最近体が変だから、久しぶりの身体検査すると心臓に異変が。なんか変な脈の打ち方で、テンポガーのリリムのなんか撮ったレントゲン見てみたら、心臓の形がスピーカーでもそれだけじゃなかった。 Hey, so, そこはラガマフィンのための病院、俺は入院した。実は隣にあるんだぜ、 B ボーイのための病院。まあなんせ距離が近いもんで、庭で散歩してると患者と目が合うよ。確かその中に壁の姿あった気がするよ。ほら体の全てがレゲエバカ、リブ発の流行りやばいさ。あれは操作ヒップホップバカ、一度かかれば治らない。フロッホーリー、イエー、最高最高、イエー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 。隣の医者が言う、お前頭がいかれる、フライラップやったのかって言う。15でマイク握ってステージデビューしたけれども、
くねえ、だから自由にマイクを持ってたぜ。海の向こう側じゃ広島長崎に落とした爆弾、俺は乗っかった。アメリカ文化でも負けねえよまだバカ。俺は日本語を扱う海の向こうから来た文化でも乗っかってみた。俺は右翼みたいだ、だから日の丸印さ、外資系が入っている日本の会社がおかしくなる。誰の金で飯を食え。来年朝、いやいやいや明日も明後日も約束されてないけれども自分で掴み取らない。 Yeah 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 パーリーネバダイクラブの端っこで叫びたい。いや素晴らしいです。さあ判定に移りたいと思います。先攻あられ、後攻燃えるゴミ、勝者燃えるゴミ。あられにも大きな拍手。あられさん何か一言お願いします。隣町の鶴見ってところで第3水曜日に毎月ワンネスっていうバーがあってラバダビやってるんで、もしマイク握りたい人はぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。